全員見とけよ。バッカーン返したるから。We riding out. We caught a spark and we vibing out. Last time the stars ain't aligned. I told her this time let's try it out. I said, a girl, what you crying about? We in the coop and we hiding out. There's plenty people that wish I'm dead. This one's for them, bro. I'm wilding out. I took too much shit. Stepped up, dog, and I played that bird. Cause I'm down and I knew that shit. Never got too much drip. Never got too many hits. Took a little trip, then I came right back. Cause I'm dope and I blew right quick. Flashing lights, need room. Then we going out of space. The moon, eyes so shawty that we ride tonight. I might go and catch your vibe. お疲れ様でした。マグマ。どう見ててどうやった？いや俺立ってた。右の耳鼓膜破れとったから。え？ちょ今もうあんま聞こえてへんから。1ラウンド両手って持って。1ラウンドでいった。いや当たってめっちゃ綺麗に。で目飛んどってやん。クリンチなの。聞こえてる？うん、声おかしい。うん大丈夫。あ。それで顔色見て。で焦ってパッて左出したら左握る前に当たってもうて、で左も壊して、でも初めてなんか1ラウンドで帰って僕ポイント取ってますかって初めて冷静初めて聞いた。で3ラウンドはもうポイントで行くしかないみたいな。で思いっきり左でインローバンって言ったら俺のスネ多分連戦できひんやろな。普段思いっきり蹴りすぎて、うん、一発で左壊しもんね。左足で俺だからずっとアウトローだけでポイントやんな。俺金の蹴ってたら戻ってるから。そう俺はもうずっとそれ分からんかったし、でセコンドの声も聞こえへんし、あーもう耳でで戻ってきて喋っててもマスクしとかなあかんねん。だから何喋ってるか分からへんし耳聞こえへん。でもとりあえず絶対何買っては絶対帰りたいと思って、うん、でポイントだけとりあえず絶対大丈夫だから、で、ポイント取ってるからこの調子でいったら大丈夫。でもクソって数少ない。もうなんかコンビネーションができへんから。まあでもそれはな、まあ言うたら向こうの距離感もあるから、向こうも上手かったってことだよ。うまいよね。でもレオナに勝ったっていうのは大きい。いやもうめちゃめちゃもうその結果だけでもでかい。まあレオナは言うたら K1 の顔やからね。そうですね。いやでももうほんま今回は何が死んでも勝って帰るっていうのを島田さんに言って最後の20、30秒、最後の20秒勝ったから、ね、なんか言ってましたよね。最後ラスト30秒でラスト30秒みたいな言ってましたよね。 でそれだけなんかわって聞こえて、あ多分あともうちょいで終わりやと思って、実際体感とかめっちゃ鍛えてたじゃないですか。その2分半ぐらいからピッチ上げたら3分みたいな体感的に覚えとって、でラスト30ぐらいなんかで手数とりあえずはその向こう聞いてるからアウトロー蹴ってストレート打って押すだけでもいいからみたいな感じで、一発で怖かった。多分1ラウンド目に入ってるんやから、だからあパンチ力重いなって、多分倒れへんかったけど当たったらやばいなと思ってるから、でも遠くやった
った、うん、あの勝って終わるのと負けて怪我したって終わるのとまたなんかこの先あるから、うん、俺もそこのメンタルはマジ成長してたなと思うから、うん、死んでも勝ってからだから俺もうリング降りて全員にもすいませんでしたっつって帰ってバーって通ってもうあとは潔さで見てもらって、うん、ファンクラブの YouTube でもう一回話していいからでも勝ったのがでかい、うん、でもここは一つ成長なのは冷静にそのラウンド数にいて勝ってますかって聞いてたのが一つ成長なんです、うん、そこでまたカッカカッカうわっとったら冷静じゃないと思うから落ち着けって言うしかないけど冷静に喋るっていうのが本当は良かった、うん、あれがやっぱり勝負あそこが今回の勝負だ、ね。この度、中村カンオフィシャルファンクラブ人獣育成計画を立ち上げました。人獣育成計画では、よりファンの方々とつながりを深めるために SNS では公開しないような写真やムービー、それからオンラインミーティングなどのコンテンツも展開しております。俺が最高の状態で試合に臨めるように飼育員と監視員をそれぞれメンバーを募集しておりますので気になった方はぜひチェックしてみてください。